せっかくの鐘をみんなに紹介したかったんですけど、蜂がとりあえず怖いんで一旦ちょっとずらかります。皆さんにお届けしたいと思います。じゃーん、こんな感じで。なんかめっちゃバニラ感強い。じゃーん、綺麗なところ、ということで今日は、ちょっとカフェに寄ってみました。こんないい景色のカフェがあるななんて。暑い、こんなことなってる。トンボ、山あってまた町あって、山あって町あって山あってみたいな。
水干からびてる。よいしょ、じゃーん。ここの椅子に座っています。あ、丸椅子テーブルのとこ座ろうか。丸椅子テーブルがあるので座りたいと思います。影になってるところを選抜します。よいしょ、じゃーん、こんな感じ。うわ、めっちゃ響く声。ここに座ってるんだけど、こんな感じ。こんぐらい、いいね。ここはここまでですよ、皆様。こんぐらい。あ、人が誰もいなくなったので、あやきマスクちゃんとつけてる。これはね、なんて書いてる。あ、がむしゃら左官いざゆか、歌詞のマスクですね。今日はどこに来たかというと、見てください。公園でございます。じゃじゃん。うわ、虫虫虫虫、危ねえ。刺さるとこあった、危ねえ。危ねえな、蜂がおったな。いやいやいや、いや、私はもう蜂に刺されたら死んでしまうんでね。一回刺されてるもんですから、命の危険にさらされた時はやっぱりそういうことになりますね。危ない。ふう、ちょっとここから紹介していきたいと思います。なんかもうな、この時点でこういう、まああれですね、その町の、説明が、あ、ここは JR の大阪駅ですね。あと六甲山ね。ここは明石、明日見せないかな。明石、阿部のハルカスは前にライブしましたもんね。ここから見えるということなんですけど、ちょっと見にくいかな。ちょっと光の加減を、まあ、こう、あ、小さいからな。まあ、見えるっちゃ見えるか。でもまあ、こんな感じです。で、じゃじゃん。生駒さん。生駒。いいね。こういうのがいいよね。で、あやきの影と。うわ、腕沸騰、やば。やば、ちょっと待って、やば。ちょっと、これは見せられ。今日は生駒を紹介しました。みんなもぜひ遊びに来てください。はぁ、あ、蜂が怖かったな。いい感じの木がここにあります。じゅん、木が綺麗。この木は果たしてどれぐらいの年月を過ごしているんでしょうな。綺麗な木だ。やっぱ自然があって、私たち、なんか歯から血出てきてる。なんで？自然があって私たち人も共に生きているということなので、感謝をいっぱいしていきたいなと思いますね。うん、はあ、涼しいわ。いいですね。こんな大きな立派な木です。優しい木ですね。ずっとここにいたんだろう。人々がいろんな声をかけているんだろう。共に立派だな。今日は調子に乗ってタンクトップを着たんですけど、まだまだ腕を見せるには早かったですね。ぽよぽよ。ダイエットも今年はしっかり頑張りたいと思います。さっきハンバーグ食べたけど、今日はゆっくり帰って過ごしたいと思います。このお肉を揺らしながら。お、キノコ、キノコ生えております。あそこに見えますか、皆さん。ちょっと明るくしますね。でもあれは完全なるキノコです。こう痩せるわ。
今から何とかの鐘に行きます。アップしてた。待って、どういうことやね。そんなこと。うわ、綺麗よ。鐘の鳴るなんとか。今誰もおらん。よいしょ。お、蜂がいっぱいおるな。緊急事態、緊急事態、蜂がめっちゃおる。緊急事態です。すいません、鐘のところまで行きたかったんですけど、蜂が怖くて行けませんでした。せっかくの鐘をみんなに紹介したかったんですけど、蜂がとりあえず怖いんで一旦ちょっとずらかります。多分あそこにいっぱいおったから、巣があったからと思う。マスクはちゃんとしてください。ちょっとパニックに陥り、こんなにカバンがねじれます。そういうことも念頭に入れながら、やっぱり虫よけスプレーだったりとか対策は山に入るときはしないといけない。でもそれでも私は山を愛し、蜂を愛し、生きていくということを心がけてこれからも過ごしていきたいんですが、さすがに一回刺されてるもんですから、自分の命は自分で守らなければならない、そういう意志で今回断念させていただきたいと思います。すいませんでした、すいませんでした。まあ余裕でした、ありがとうございます。まあ、ちょっと、まあ、助けて、やばい、ちょっと車の中入っとくわ。日の丸、 Let's go 日の丸。